アウォーカーパークオンラインをご覧の皆さん、こんにちは。FC東京6番、小川亮です。22番の中村匠です。最近調子どう？ちょこちょこ試合出てるけど調子悪くないよ、多分。何せまあ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 、いいんじゃない。違うけど、いい。亮君は代表どうだった？見てた？3分ぐらいしか見てないんで開始うん、めちゃめちゃ点入ったやつ。そう、あのこれいいや、これ。今日は、たぶんいろんな話をしていきたいと思うんですけど、ここに質問カードが用意されてるんで、まあ、それをめくって、まあ、それについて話していきたいかなと思います。はい、じゃあしょう。お互いから見て、相手はどのようなキャラクターか紹介してください。すごい度胸のやつがね、1年目の一発目のキャンプ寝坊してくるっていう、すごい逸材が入ってきたなっていう、やばいやつ来たってイメージだった。そのイメージが変わってない。しょうがない。一発目でやったのが良くなかった。それはすごいやつ入ってきてないじゃん、やつよ。印象は最悪だったよ。しかも高卒じゃん。18人やん、それ。マジで、でも本当に焦った俺、あの時。まだどんな人たちかも知らないのよ、ね。そう。もう話したこともない人ばっかだもん。ほら、わかんないけど、とりあえずやばいやつなんだなっていう。ようやくはね、真面目で。いや、もうね、生意気だよ。私から言うのはあれだけど、もう、リスペクトないんだよね、人に対して。リスペクトあった上でのだよ。まあ、でも、まあでも、こんな感じで生きてきたんだって感じだから、まあ別にそこは否定しないし、人格は。サッカー界だからいいけど、普通に社会不適合者でしょ。互いにね。あのちょっと似てる部分はあるよ。まあまあまあ、確かに。全然敬語使わないし。そう。俺より口悪い、本当に。普通に、お前さ、とか言ってくるよ、俺に対して。距離が近い。5個上までは、俺、同い年ぐらいだから。こう最初ら辺とかさ、あんまり絡んでなかったじゃん。そう。端っこにいて、もう離さないで、もう。そうね。俺と絡むやつとか、どんどんなんか垢抜けて。いや、違うよ、別に。髪色が、どんどん明るくなってって。今はこれだからね。これがいわゆる染まったっていうのじゃん。染まったね。そう、周りがね、俺らに染められた。そう。こんな髪色を毎日見てたら、俺もいけんじゃねえかみたいな。申し訳ないですわ。そう、上が悪い。そう、やっぱ影響されるから、そういう影響されやすいタイプだもんね。なかなかいないんだよ。この若さで7年目ってあんまり。だから多分俺以来の高卒だったし、あのユースからじゃなくて、高校から入ってきて。7年結構だけど、もうだって、森くん、圭吾くん、レア君でしょ。そうです。森、東、小川、3トップ。見えないんだよね、それが。じゃあ、尊敬しろ。はい、次。休みの日はどのように過ごしていますか？休みの日今とかもうむずいよ。そうそう、むずい。ちょっと。なんかもう、基本出かけないし、まあだから YouTube とか Netflix とか見るのは増えてる。そう、ちゃう。携帯しか見てない。ね、わかる。一日中携帯触って、そう、TikTok 見てる。そうそうそう、TikTok だね、やっぱ今。やっぱね、いじってたら、2時間ぐらい過ぎてるよね。そう。普通に。中毒性あるね。うん、ある、本当に。何してるぐらい。俺が今言ったんだよ、YouTube とか、TikTok とか、Netflix を見てるよね。俺が言う。お前は、そう。俺はそうしてる。次行くわ、ちょっともう、これは。いいの？いや、そういうシステムある。20歳になったばかりの中村匠選手に、小川亮也選手から20歳にやっておけばよかったことなどアドバイスありますか？楽しんでたよ。うん、まあそうだよね。20歳ってね。20歳。世間の20歳って楽しいから。いや、20歳ね、やっておけばよかったこと、ちょっとやっぱ英語とかはやっておけばよかったんだけど、そう、俺ね、結構中学とか高校までも遡りたいぐらい。中学ぐらいからさ、英語あんじゃん。勉強してなかったじゃん。だからしとけばよかったなっていう。そういうことね。そっちね。そう、やっておけばよかったな。やっぱディエゴとかさ、その外人選手とかもさ、コミュニケーション取れるしさ、まあ、絶対幅は広がるんじゃん。まあ確かに。もう勉強できなかったんだけど、意外と。説得力ないんだよね、こんなこと言われても。そう、ちょちょ、やっておけばよかったこれが今、後悔してる。後悔してる。いや、だからそこで、もし、いや、今分かってたらこうなることが、他の授業はもうずっと寝ててもいいけど、英語だけはやってたかも。英検持ってる。3級な。3級持ってる。3級ってね、勉強しなくても取れるからね。面接あったじゃんって。面接はある。面接なんか面談みたいな。面接はあるけど。だって、I don't know ぐらいで。わかんなかったら I don't know じゃん。パグって言ってくれた。
あ、イエスイエスイエスって言ったのかつ。そう。ポルトガル語。いや、もう、ノリでしか取ってない。本当に。そうなんだよ。ジェスチャーと、英語かな、どっちかって、その、単語単語で、クレイジーとか。そうそう。タイヤーとか、疲れたとか。喋ってるけど何言ってるか分かんない。ああ、好きだよ。うん、で、オッケー、オッケーしか言ってない、俺は。何が、オッケーみたいな。サブロちょっとって言ってやるっていうか、俺が指示して、こっちだ、こっちって言ってるから。絶対もう相手チームを蹴らないって思ってるよ。もう練習決めてたからね。うん、練習はね、練習は入るよね。練習だから、ポンポン蹴らすりゃ入るし。そうそう、まあ、入るかもね、確かに。まあ、ないから。うん、俺はない。次、俺、うん、試合前のマイルール。ルーティーンみたいな。ルーティーンなんかある？ルーティーン、あれさ、入浴剤買ってんじゃん。あの、俺らのマイルール、そうだね。そう、マイルール。全泊とかで、全泊で。ただコンビニだけは行ってるから、うん、コンビニでいろいろ、入浴剤を、ね。たまにシャンプーとか忘れたりする、それも買って、それを、今日すけとか、何人かとかで一緒に行って、普通にじゃんけんして、負けたやつから、うん、そんな、ちょっと大学生みたいなことを、匠にもしっかり払わすから、ね、負けたら。最悪だよね、二十歳で払わせるって。次、相手を直した方がいいと思うと。すべて。すべて？俺結構いい後輩だと思うけど、どう？俺結構いい後輩だと思うけど、どう？この言い方だけでもいい後輩ではないよ。デラ君、デラ君はもう、タイ。ないっしょ。タイ。態度がいいだろ別にお前に対して態度でかくてもいいよ。発信されるからちょっと嫌いなんだよね。俺やってるけど、俺も結構嫌いそうな顔してるの知ってるけど、それは面白くてやってる。そうそうそう、後輩っぽいことするの嫌そうだなって。いやらしい。そうなんですよ、ね、嬉しい嬉しい。相手のすごいと思うところ、サッカーって全然してないよ。左右違うけど、サイドバックはしない、どっちもね。そうね。まあ、俺のプレー見て勉強してるわけじゃん、毎日。まあね、そうね。俺も結構狙ってる部分あるから。競り合いバカ強いじゃん。マジで負けてんの見たことない。嫌いだもん、ね。マジで負けてんの見たことないから、俺。いや、マジね、一昨年ぐらいまで隠してたよ、結構。いや、もう、ちょっと痛いし、あんまり競り合い好きじゃなかったから。もうそういうこと、匠は結構その両足使うで、左で持ったりもするし、なんか良くも悪くも本当に落ち着いてプレーしてる。すごいサッカーで。マジ入んないね。なんていうか日頃の行いだ。あ、かも。でもさ、あんま来ないじゃんサイドバックって、うん、急に来たらおーっつってね、確かにおーってなるよね。いや、サイドバックね、大変だと思う。東京サイドバック、まあ、ライバルだから。一番ライバル視俺してるから、私生活でも全然見てない。私生活で、いや、俺ほんと喋りたくないんだよ。同じポジションだし。福岡戦はまあ出るかわかんないですが、まあ、出たらまあ絶対勝つので応援よろしくお願いします。本当にいつも温かい応援ありがとうございます。今回の福岡戦もしっかり、まあ上ですけど、勝ち点3を取りに行くんで、ここ出てるかわかんないですけど、しっかりみんなで戦って、勝ち点3を取って帰ってきたいと思うので、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。